クリリン、嫌な予感はヤムチャに教えてあげてくれさん、ありがとうございます。いい名前ですねこれ、クリリン、ヤムチャね、ヤムチャ、ヤムチャいいっすよね。あ、ヤムチャの番外編知ってます？ヤムチャの、あの僕もう読んじゃったんですけど、ヤムチャの番外編のコミックが出てるんですよね。まあ結構前に読んだんですけど面白かったですね、ヤムチャ、ありがとうございます。で、あとまあメッセージもだいぶ書いていただきまして、まあ結論ですねグッジョブです。二次必要ないですね。 ありがとうございます。だいぶ、ただまあ一応二次用意したんですけど、あのみんな本当にちゃんと書いていただいてるんで、うん、ありがたい限りですね。ありがとうございます。結構書くの大変だと思うんですけど、でここでそのモチベーションですよね。うん、まあ僕もいろいろこう教えてて、まあ、最近思うことが、まあ結局そのサービス、まあドリームアカデミアってサービス販売したりとか、まあ他の商品も販売したりとかして、ずっとこれからもしていくと思いますけど、僕がやることって、うん、結局お客さんに行動してもらうことなんですよね。別に内容がなんかカスカスのものを僕は教えてないので、僕は自信を持ってこの十何年やってきて、でその経験からね、これは間違いないっていうことをお伝えしてるんで、やってもらえれば結果は出ると僕は自負してるし、あとは実際素直にやってる塾生さん、この2年で本当人生変えた塾生さんがこう出てきてます。でそういうのを見ると、まあ、僕も自信になります。ああ教えてよかったなと思うんですけど、でも行動しない塾生さんもいるわけですよ。行動すれば結果出てる、でも行動しない人もいる。だから行動しない人のため そのやっぱモチベーションを上げるために、僕が塾生さんの10倍やるみたいなねもう塾長こんだけやってんのか、俺も頑張らんとあかんなって思ってもらうぐらいブワーやってね、うん、やりきるっていう、でモチベーション上げてあげるっていう、大丈夫だよって背中を押してあげるっていうのが僕の最近役目かなっていうのは非常に思いますね。うん、そうやればあの変えられるんで、人生を変える変えないは、人生を変える変えないは実は誰のせいでもなく、誰のでもなく自分自身なんですよ。うん、自分自身が変えたいと思って、そこに対してベクトリー合わせてやってるかやってないかだけなんですよね。だからノウハウとかテクニックとかメンター、まあいろんな話あるんですけど、もう自分自身なんですよ。自分自身がやると決めて、一本道にやると決めてどれだけやれるか。ただしやったことがない場合は、やっぱその道を一本の道に決めたとしても暗闇なんですよ、不安だし。だからそこで明かりを照らして、こっち来いよみたいな、大丈夫 OK みたいな、まあそういうのをこう言ってあげるってことは僕大事だなっていうのは、この2年ですね、いろいろドリアカ運営してすごく感じた部分ですね。うん、であとここでまあ今まあ転売やられてるっていうことなんで、うん、まあドリアカにも転売あるんで、カメラ転売いいと思いますよ。うん、まあ、この前もう動画アップしたんですけど、カメラ転売で脱サラして、カメラ転売だけで150ですかね、最高で。今脱サラして2年半で経って、うん、ずっと50を切らないって言ってましたね。2年半50切ったことがないって。だからずっと安定して売り、メルカリの評価もね、もう1500とか、そういう人もいてます、塾生さんに。でカメラ転売のノウハウも入ってます。うん、だからまあ転売のノウハウもすごくいっぱいありますんで、うん、まああとは情報コンテンツですよね。コンテンツビジネスはその、うん、まあ転売の場合仕入れないとダメじゃないですか。うん、いや売り上げ、まあ無在庫転売もありますよ。うん、だけど基本的に物を流通させないといけないじゃないですか。だから物がないとダメじゃないですか。でも情報ビジネス、コンテンツビジネスっていうのは、その物がなくてもお金に換えられるんで、だからこれが僕は最強だと思いますね。うん、はい、だから僕はそこを教えてるんですけど、うん、あとはそうですね、生き様、僕はですね、あの生きるだけで丸儲けっていう言葉はなんか聞いたことあるんですけど、でもさ具体性がないじゃないですか。具体的じゃないですよね、生きるだけで丸儲けっていう、具体的じゃないじゃないですか。僕はそれをもう具体的にして生きるコンテンツみたいな、もう生き様をコンテンツにするっていう、まあ、それだったら集客もできるし、まあ今回ね、まあ僕の生き様、生きるコンテンツに反応していただいたのかなと
思うんですけども、うんですね。だからまあ今って、うん、そう、まあ、今日のねフォローアップ勉強会でも言いました、今日のフォローアップ勉強会が100万稼ぐためのマーケティング戦略っていうテーマで話したんですけど、今日もそこの部分結構話しましたね、うん、その生き様的ななんか話ですね、うん、はい、まああとはもうやるだけじゃないですかね、うん、はい、ということで、メールの方でですね、詳細の方記載してますので、一応僕がご提案できる限界ですね。なのでもしこれで無理っていうことであるならば、僕はこれ以上のご提案はちょっと無理です。これで無理と言われたらもうこれ以上のご提案はできないですし、無理ですし、まああとはこのご提案をできる人は日本に僕だけだと思ってます、はい、僕だけです。まあ内容を見ていただければわかります、はい、なのでまあ決めていただいて、まあ、あのドリームアカデミアでしっかり勉強していただきたいなと、はい、そう、うん、そう、であとはまあここで自分自身がドリームアカデミアに必要性を感じてると、ドリームアカデミアが必要性を感じてるっていう、うん、必要だと思いますよ。なぜならば自分が必要性を感じてるわけじゃないですか、うん、ということでメールの方で詳細記載してますのでご確認ください。一応、着金が、1月7日までとなってますので、まあ1週間ぐらい猶予もありますので、まあ、しっかり考えていただいて決めていただければいいんじゃないかなと思います。はい、では今回はありがとうございました。